ちは、リーカチャンネルのまみです。今日はですね、ボロースにお住まいのテキスタイルのデザイナー浦田咲ちゃんを我が家にお招きして、彼女のいろいろと手作りの製品ですとか、お仕事に関していろいろとお話を伺っていきたいなって思っています。じゃあ咲ちゃん、ちょっと自己紹介もお願いしたいと思います。よろしくお願いします。スウェーデンのボロースという町に、マミさんと一緒の町なんですけど、住んでいるテキスタイルデザイナー兼ネットショップをちょっと経営しています、浦田咲と申します。はい、エコがこうメインで。そうですね、環境に優しい、うん、今、ネットで売ってる商品が環境に優しいテキスタイル商品というのがテーマで、ですね、何度も使い直せる、布のコーヒーフィルターだったりとか、あとは、メイクを落とす時とかに、結構こっちってなんて言うんですか、メイク落としが、日本だったら結構多分泡で落としたりする人もいると思うんですけど、結構こっちこうなんていうか液を使って落として、メイクリムがみたいなのでっていうのが多いんですけど、多分それに合う感じで作ってるんですよ。ね、コットンパフが結構使う人たちが多いから、そうですね、それを使い捨てではなくて、これが布の、そうですね、綿なんですけど、肌にも優しい感じかな。肌に優しい綿なんですけど、でそれで使った後に洗って何回も使い直せるっていうやつと、それ用のちっちゃいバッグとかも売ってます。あとは、まだそんなに商品がないんですけど、布のスポンジ、はい、体も洗えるし、食器にも洗える、これ、2面になってて、こっちがジュートっていう、結構汚れとかが簡単に落ちる。これジュートってこう植物性なのなんか、そうですね、なのかな、朝系のねジュートって言うんですけど、本当に環境に優しい。でこっちがタオル地で、はいはい、で何回もこれも汚れた時に洗濯機で洗うこともできるし、洗濯機でも洗えるのがいいかもね、商品で、はい、でこれが最近のでまだネットショップに入れてないんですけど、これがですね、オーガニックコットンのネットと、なんだ、加工してない、ブリーチしてない、こっちがリネン、麻のね。で、これは、また日本だったら多分、野菜とか全部こうプラスチックで、多分パッキングされちゃってるから、ちょっと難しいと思うんですけど、スウェーデンだったら大体、野菜とかが、バラ売りされて、でそこでプラスチックとか紙袋が置いてあって、それに自分が欲しい量だけ入れて、かかって買うシステムなんですけど、でも結局それその紙とかプラスチックを捨てちゃうことになるので、それを減らしたいなと思って、でこういうふうにネットで中が見えるので、野菜とか、空気性もね、そうですね、野菜とかパンとかを中に入れて、これもサイズも大きいものと、これが一番ちっちゃいのであるんですけど、っていうのが新商品です。ね、こういうものを売ってます、ね、もう本当に環境を考えて、いろいろとプラスチックも今ね、プラスチック問題で、大変なので、そういったことも考えられてる製品作りをされてるということですね。はい、あと、あとあれですね、デザインも自分でやってて、あとシルクスクリーンっていう印刷技法があるんですけど、シルクスクリーン、はい、どんなシルクスクリーン、本当にね、なんかね、さきちゃんのデザインはね、なんかこう素朴な感じ で色味もね優しくて、なんか私は好きなんですけどね、なんか特殊なね印刷の方法があるみたいで、シルク、シルクスクリーンっていうね、じゃあちょっとその辺説明していただきたいと思います。がありまして、こういうフレーム、版を使うんですけど、まず私がデザインを考えて、手書きなりパソコンでデザインを作って、で、まあ細かいことを言うとすごいややこしいのでちょっと端折っちゃうんですけど、まあ液を塗って、で露光っていうんですけど、デザインを置いて光を、強い光を当てて、で
最初この液をですね全面に塗って、この緑の面を全面に塗って、うん、でデザインを下に置いて強い光を当てるんですけど、はい、そうするとデザインのところだけが、うん、固まらない、液が固まらない、はい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 、っていう、まあ、特殊な液でそういう感じなんですけど、うん、あととりあえず特殊なこう加工されたこ の、ね、このフィルターなの で、 でこのデザイン部分だけ、うん、ネットの穴が開いてる状態で、うんうんうん、この緑色の部分が、うん、もうネットが液でこう閉じちゃってる、うんうんうん、だから穴が開いてない状態なんですね、液が出ないようにね、うん、その白い部分だけをこう液が通して、そうなんです、はいはい、で、この、布にするときに布を下に置いて、うん、この版を上に置いて、うん、でテキスタイル用のインクがあるんですけど、うん、でインクを上に置いて、でこのスキージーっていうこの道具があって、はいはい、これサイズがちょっと合わないんですけど、インクを置いてこうスキージーでこうやってすると、うん、この穴が開いてるところだけインクが通って、はいはいはい、で布に印刷されるっていうシステムがシルクスクリーンって言うんですけど、でそれでやったのがまあ大体全部なんですけど、まあそうですね、この商品もシルクスクリーンで印刷したもので、で大体全部シルクスクリーンなんですけど、これはまた別の技法 で、 でこれはリノレウム、ライノレウムっていう樹脂の版がで、ね、それを彫刻刀で自分で削って、はい、と細かい作業、結構大変なんですけど、すごいですよこれ本当になかなかねちょっとお見せできるちょっと難しいですけれども、樹脂を削って、ね、木のデザインですね、でスタンプを作って、はい、でこれもインクをこう普通にスタンプみたいな感じでつけて、うん、テキスタイルのインクですね、そうです、うん、それでスタンプをこう、うん、押してやったのがうん、これ巾着です。洗濯をしても色は落ちずに、落ちないです。テキスタイルの専門的な、ね、そうですね、うん、そのインクが特殊なインクで、うん、水ベースなんですけど、うんうん、でも熱でアイロンで、うん、あ、はいはい、定着させるんで、うん、そうするインクと落ちない、なので今はもう洗濯しても落ちないです。うん、なるほど、なるほど。ね、でもねとにかくね、うん、デザインが優しい、本当なんか北欧的なね感じのデザインで、ね、お花だとか鳥のデザインなんかも、ね、そうですね、たくさんありますね。そうですね、ね、そう、それがスウェーデン来た時に初めて刷ったデザインですね、うん、あ、これなんかねこれからのシーズンとってもいいですよね。スウェーデンのダーラナヘスト、うん、ダーラナ地方の民芸品、民芸品ですね、うん、大間さんがいるんですけど、その形を取った、うんうん、これもダーラナで買いました。木のね、あ、なるほどなるほど、そこにスタンプをしたって感じ ね、うん、ね、だからこれをクリスマスのオーナメントでこうね飾ったりするととっても素敵ですよね、北欧的なね、うん、クリスマスツリーができると思いますね。うん、はい、素敵素敵。はい。で、あとはこの辺なんかもなんかとっても可愛らしいね。木のジュエリーボックスにもなるし。そうですね。まあ、うん、ちっちゃいんですけど、ね、何でもいける感じで。そうね。これもシルクスクリーンなんですけど、はいはい、シルクスクリーンって木にもできるのね。そうなんです。何でもいけて、布だけじゃなくてね、陶器もいけるし、陶器にまで、紙もいけるし、プラスチックもメタル、金属でもいけるんですけど、これもそうでしょ？そうなんです。これは、うん、これは革の靴に、そうなんです。革靴なんですけど、うん、薄い紙ナプキン、うん、薄い紙に、うんうんうん、シルクスクリーンで吸って。で、その擦ったモチーフを一個一個手で切り抜いて、で、うん、デコパージュのりっていう布に貼れる、水加工、ウォータープルーフにもなる特殊なのりがあるんですけど、うん、それで貼り付けて、うん、そうです、革靴に貼り付けた、うん、これもシルクスクリーン印刷 で、ね、でこれは木に直接吸ってインクが違うんですけど、うん、木に直接吸ったのと、うん、あとこれは紙に吸ってそれを箱に貼り付けたもの、うん、なんかもうほんとオリジナルのこう
ジュエリーボックスとか、例えばね、あのほらクリスマスプレゼントなんかでね、あのちょっとした小物だとかをプレゼントするときにこういったね箱に入れてプレゼントされるととっても喜ばれると思いますよ。おすすめです。まだ売ってないんですけど、まだ売ってないね。でもこれからね、ちょうどね、販売される予定ですね。陶器にもシルクスクリーンすれるので、うん、なんとね、この陶器をね、さっきお話聞いたら、このセラミック自体もこれを買ったものでなくて、さきちゃんが自分で形を作ってデザインして、型を作ってでその型も粘土みたいなので、そうですね、粘土みたいなので型作って、陶器から作って、で焼く前に、シルクスクリーン印刷して、なるほどなるほど、で焼き上げて、そうですね、これもね、これも焼きの時点で結構シルクスクリーンってその、トライアンドエラーがめちゃくちゃ多くて、めちゃくちゃ時間がかかる割に、全部が成功すると限らなくて、でこれももう8個ぐらい作ったけど半分ぐらい割れちゃったみたいな。本当に。で木も、ね、失敗、シルクスクリーンで失敗しちゃうと、それは使えないし、ね、一発勝負みたいな。すごい、気合い入れてやらないと、それだけさきちゃんの魂がこう込められた製品ということでね、時間がかかる、すごい、本当にオリジナルのもの、一品物になるもんね。そうですね、ね、そうそう、だから二度と同じものは作れないっていう、そうですね、本当に職人だわね。版自体は同じデザインを、すれるので、例えばこういう布にするとかだったら全然同じものを何個でも作れるんですけど、これなんかもうあのキッチン用品でね、重宝するわよね、キッチンタオル、キッチンタオル、ね、キッチンタオル、これもなんかこうなんかもう素敵すぎてね、なんか汚すのがもったいないくらいになっちゃうけれども、でもこういうのはやっぱりね、プレゼントとしてとってもね喜ばれると思いますね、なんか自分で使わないのもったいないけど、プレゼントとしてなんかこう友達にね、あのプレゼントしてきたらなんか本当に喜ばれるんじゃないかなって思うような、でも制作者としてはこうガシガシ汚れるまで使ってくれる方が、確かにね、そうなのよね。そうで以前ね、さきちゃんからこういただいたテーブルを拭くディスクトラッサーって言ってね、あるんだけども、それやっぱりオリジナルのプリントをしていただいたの、してもらったのをプレゼントしていただいて、それねなんか可愛くてもったいなくてね使えないのよ。だからもう2年3年もっと前、結構前ですね、3年ぐらい、前にいただいたものなんですけれども、なんかね飾ってあるだけ、使うわね、使うわね、はい、使いたいと思います。はい、ですね、まあこういう風な感じでさきちゃんがどんな風にして、この製品を作っているかっていう風なお話を、まず最初のセッションでお聞きしました。で今度はさきちゃんがどういった経緯でスウェーデンに来て、そしてこのテキスタイルの勉強を始めたのか、そういったところをちょっとお聞きしたいと思います。